知流市立知流東小学校は、愛知県知流市昭和9丁目市にある、公立小学校である。外国人居住者の多い地流団地にあり、外国人児童数が多いことで知られる。田畑が広がっていた場所に、地流団地を造成したため、学区内に史跡などは存在しない。1967年4月1日、壁海軍知流町の知流団地内に、 知流町立知流東小学校として開校。1873年開校の知流小学校と、大号寺小学校、1908年開校の猿渡小学校に次いで、知流町4番目の小学校であり、知流町に戦後初めて開校した小学校だった。日本住宅公団が造成した知流団地は、5階建てのアパートが立ち並ぶ住宅団地であり、 知獣東小学校開校1年前の1966年に入居が開始されている。1970年12月1日には、知獣町が市政施行して、知獣市となり、知獣市立知獣東小学校に改称した。開校初年度の1967年度の児童数は200人だったが、知獣団地入居者の増加とともに、児童数も増加し、 1977年度には1020人となった。その後は、死流団地入居者の高齢化とともに、児童数も減少し、1987年度には532人、1997年度には320人となっている。1996年には、開校30周年記念式典を開催した。1989年には、 校舎の大改修工事が進行した。1989年度に初めて外国人児童を受け入れ、1998年度には外国人児童数が2桁に達した。その後は外国人児童が急増し、2006年度には3桁に達している。日本児童数が減少していることもあって、2012年度には318人中161人が、 外国人児童となって、外国人比率が50%を超えた。2018年度には290人中172人が外国人児童であり、外国人児童比率は59%である。学年によってはさらに外国人児童比率が高まり、2018年度の2年生は59人中42人が外国人である。2019年度の新入生49人のうち、 41人が外国籍になる見込みになった。上記のように外国人児童数が多いことから、日本語担当教員が学習言語が不足している児童に少人数で日本語を教える授業を行っている。また、国語の時間は日本語能力に応じて4グループに分けて、算数の時間は日本語能力に応じて3グループに分けて授業を行っている。 愛知教育大学の学生による日本語サポート支援や算数指導も行っている。緑は日本人児童、赤は外国人児童。ありがとうございます。